皆さんこんにちは、ラスベガス在住の聖子です。本日はウミガメに会えるメキシコオールインクルーシブリゾート5泊の旅へ行ってきました。響きはいいんですが、いやー、はい。というわけで、メキシコのオールインクルーシブリゾートの可愛い様子や楽しい様子や美味しい様子やドヨーンな様子の旅をお届けします。よかったら最後まで見ていってください。私たちはウミガメに出会えたんでしょうか。今到着したんですけど、めっちゃ雨降ってます。予約していた送迎会社を見つけて、ホテルまでは渋滞があったんで2時間弱かかっちゃったんですけど、うとうとしてたらあっという間に到着しました。今回来たのはカンクーンの南の方にあるアクマルというところで、マヤ語で亀の場所という意味なんだそうですよ。今回の宿泊先、シークレットアクマルのビーチもシュノーケリングのスポットで、ウミガメに出会えるスポットなようです。はい、今回のお部屋です。十分な広さなんですけど、少し狭めな感じがしました。二人でのんびりするには十分です。バスルームのアメニティはルラボのバーガモート22で、すごいいい香りでしたよ。What do you think about this place? I love it! I like our back patio too, how it's right in the jungle. で、私たちのお部屋は2階になるんですけど、これがパティオになります。じゃん。別にオーシャンビューとかでもないんですが、はい。なんかすごくジャングルな感じがするのがとってもいいですね。2時間くらいしか昨日寝てなくて、で今日もまともに食べてないんで、早速夕食を食べに行きたいと思います。でメキシコにせっかく来てるんで、初日はメキシカンから行ってみようと思います。あと天気予報がもう毎日雨が入ってるんですよ。今週はストームが来るかもしれないみたいなことなんで、曇ってるんです今も。到着した時は土砂降りだったし、だからどうかなと思ったんですけど、普段あのカラッカラのラスベガスから来てるんで、お肌が潤ってる感じがして、私は嫌いじゃありません。で、あの雲もありがたいですね、逆に、なんか太陽が隠れているのもバケーションの醍醐味か。それではメキシカン、right? メキシカンレストラン行ってきます。このタコも柔らかくて美味しい。 It's very soft. I like it.もう今日は疲れたんで、お部屋に帰って寝ます。それではまた明日。おはようございます。今日は晴れです。そのうち雨が降るかもしれないんですけど、これから朝ごはん食べてスノーケルに行ってみたいと思います。レッツゴー。朝食はマーケットカフェというビュッフェでほぼ毎日食べてました。メキシカンのコーナーはもちろんですが、サラダやフルーツも充実してたし、クレープやオムレツコーナーもあって、どれも普通に美味しかったです。私は基本野菜とフルーツがあればそれでいいんで、あのフルーツと野菜のコーナーは助かりますね。朝食を食べて早速スノーケリングです。
人30ドルくらい払うと、すぐ隣のビーチでガイド付きでしか入れない保護区にてウミガメさんたちに出会うこともできるんですけど、最終日までは払わんぞとひとまず自分たちでプカプカとスノーケリングをすることに。この日はウミガメさんたちには出会いませんでしたが、魚と泳げて大満足です。Now we saw a lot of big fish. This is the most big fish we've ever seen right outside of a resort. And a bunch of different kinds of fish. The ones we definitely know, a ton of bonefish. We saw a big ray. I think I saw a very big, very fat barracuda. Well, I guess not very big. It was probably like 3 feet long, but I mean, those things can get 6, I think. ルームサービスが来ると、この中に入れてくれるんです。開けると、じゃん。こんな感じでルームサービスが来ます。これはランチなのかな？食べます。冷たくなったフレンチフライと、シーザーサラダと、セビーチェじゃないや、なんだっけ、シュリンプカクテルです。ルームサービスがしっかりできるのも、オールインクルーシブのいいとこですね。Shrimp cocktail is better. Yeah? Than Caesar salad. Oh, it is? The dressing doesn't taste like Caesar dressing. That's not good. The french fries is 3 business days old. Really? Mm-hmm. Hi, round 2 のルームサービスです。で、さっき、フライが冷たかったから、ショックっていうか悲しくなって、もう一回オーダーしたんです、フライを。で、他にもね、オーダーしたんですけど、はい、ちょっと見てくださいね。はい、BLT、フライ付き、カラマリフライ付き、バッファローウィングフライ付き。で、これが私が注文したフライ。なんかこう、嫌がらせかっていうくらい、フライがついてきた。なんかこんなにフライが食べたかったわけではございませんが、はい、いただきます。はい、いただきます。Yeah, they just don't make good fries. I think I should bring an air fryer next time. というわけで、ルームサービスはちょっとがっかりでしたが、気を取り直して、はい、なぜかテニス。はい、そしてその後はプラプラと散歩をしてのんびりしました。 How's the drink? Good. すごい敷地が、多分ね、奥深くって高いところに立ってもビーチが見えんけど、このジャングル感がたまらなくいいです。夕食はイタリアン。ここが意外と美味しかったんですよね。今日もタコ。カーボナーラ。There you go. Tada. It's good.はい、こんな感じで無事2日目も終了。3日目、少しずつ何かがこの日変わってきてたんですよね。
はよう。この猫ちゃんが実は予言をしてくれていたのかもしれません。 You're, are you sick, maybe? 実はこの日少しだけ体調不良だったスコット、朝と夕方のスノーケリング以外はのんびりしていて、実は夕方のスノーケリングは私だけ海に出て、なんとウミガメさんにも出会えたんです。見つけたよ、超かわいい、はあ、けどもうこれで満足だ。そんな喜びもつかの間、微妙なアジアン料理のレストランで夕食を済ませた後、彼はひどい嘔吐を繰り返し動けない状態に。急遽ホテルのお医者さんとお話をして救急へ向かいました。それと同時に何度も旅行保険会社にも電話して、ちゃんとクレームがね拒否されないように指示に従って動きました。もうね、私 YouTube 向いてないよなって思うんですけど、こういう時にね動画なんて撮る気にならないっていうか、それどころじゃないでしょみたいなね。だから動画なくてごめんなさいね。動画と話が合わないんですけど、ご了承ください。はい、手っ取り早く言うと、なんかのバクテリアに感染していたようで、ノロウイルスとかではないとのことでした。けど脱水がひどかったのもあって、一晩泊まっていくことを勧められたんですけど、そのためには7000ドル以上前払いしなきゃいけないと言われたんで、後から保険でお金が返ってくるとはいえ、もしも返ってこない時のことも考えて、状態が安定していたところで旦那と帰ることに。でそれでも2000ドルちょい前払いですよ。で帰りに夜遅くでも空いている薬局屋さんにタクシーに寄ってもらって無事帰りました。次の日はもうね、一日中ゆっくりしてて、だんだんと体力も回復というわけです。未だにね、保険からお金が返ってくるのを待ってるんですけど、旅行保険って大切ですね、本当。はい、こんなことは初めてでした。 What happened? I got really sick. I got a bacterial infection in my stomach from something, either food or water or something like that. AndI lost 4 pounds, 3 pounds. I can't eat overnight. Today. はい、スコットがまだ調子悪くってディナーにも行けそうにないんで。元気ですか？ How are you doing, sir? まあ、生きてますというわけで、ルームサービスにすることにしましたけど、ルームサービスがまずいんで、簡単にね、簡単に作れそうなものっていうか、なんか外れじゃないであろうそうなものを試してみました。なんかね、ルームサービスここは外れでしたね。はい、で今夜のメニューはファヒータで、サイドにご飯と野菜を炒めたものを作ってもらいました。でお寿司、エビのお寿司、私お寿司だったらこんな感じのでもありがたくいただくんで、はい、いただきます。これならね食べれそうですね。All right, how are you feeling today? I am feeling brave enough to leave the room. はい、最終日、やっと体調が戻り始めたスコットです。少しずつ食べれるようになりました。 What did you eat?not much. I had yogurt, and I had a bunch of fresh juice, and I had some fruit, and I didn't throw it up. けど、まだまだ本調子ではないんで、夕方までは何もせず、最後の最後にスノーケリングへ夕方行ってきました。そこでまた私はカメさんに出会いました。イエーイ。今回はね、お食事中だったようで、長い間一緒に泳ぐことができました。で、そのカメさんを独り占めした後は、カメを探していそうだったお兄さんたちにも教えてあげました。Hey guys!
Here she comes! この旅最後のディナーはシーフードオーシャナってところに行ってみます。Can't wait. You feeling better? Mm-hmm. It's the first time I've been hungry. That's good. That's good. Yeah, はい、最終日の夕食です。スコットの食欲も戻ってきたんで、シーフードレストランで締めくくることに。このタコ一番今までで美味しいです。This is good. なんとアライグマが登場してくれました。すごいかわいい。うん、じゃディナーも美味しくって美味しかった、うん、で、最終日を迎えました。明日帰るのみなんですけど、どうやらハリケーンがているようなんで、さて飛行機は飛ぶんでしょうか。今も雨降ってます。